マーク・ジェイコブスマーク・ジェイコブスとは、アメリカ合衆国、ニューヨーク生まれのファッションデザイナー、および彼の創立したファッションブランドである。会社としてのマーク・ジェイコブスは1986年に創業した。1963年、ニューヨークでユダヤ系アメリカ人の家系に生まれる。1981年に、同地のハイスクール・オブ・アートデザインを卒業。 ニュージャージー州ティーネックに母と暮らし、ニューヨークのパーソンズスクールオブデザインに通った。在学中にペリーエリスからデザイン賞を受賞。卒業後、ペリーエリスでグランジ系のデザインを開始するなど、チーフデザイナーとして活躍した。1986年に米国オンワード、柏山の支援で、自らの会社を立ち上げ、マーク・ジェイコブスブランドで、 初のコレクションを開催。2008年2月、スウェーデンのデザイナー、ゴスタ・オーロフソンが1950年代にデザインしたスカーフと全く同じデザインのスカーフを発表したと盗作疑惑が持ち上がり、オーロフソンの子息への賠償により決着した。2001年から、系列のセカンドライン。 マークバイ・マーク・ジェイコブスをスタートし、メインブランドとの日本柱でブランドを展開してきたが、セカンドラインは2015年秋冬コレクションをもって廃止し、メインブランドに一本化する。自社以外では、1997年からルイ・ヴィトンの服飾部門のデザイナーを務めており、2014年春夏、コレクションまで、ウィメンズ商品を、マーク単独で、メンズ商品を、 キム・ジョーンズと共同で手掛けた。続く2014年秋冬、コレクション以降、ルイ・ヴィトンにおける公認には、ニコラ・ジェス・キエールが選任された。現在は、ブラジル人広告代理店経営者、ロレンツォ・マルトーネと交際しており、1年の交際の後、婚約したと WWD にて2009年3月に、報じられた。6月に、マサチューセッツ州プロビンスタウンで挙式したと発表した。 ところが、この結婚は法的なものでなかった。その後に、ロレンツォと別れ、2012年からは、ブラジル人、ポルノ俳優のハリー・ルイスが新しい恋人となった。デザイナーとして、最初に大きな契約を交わした相手が、日本企業であったことから新日課になり、僕がデザイナーとして成功できたのは、腰の純子と消費者のおかげというコメントを発表している。 来日した際に、草間弥生のスタジオを訪ね、マカロンのインスピレーションを得た。2003年春、ルイヴィトンのモノグラムラインで、日本人アーティスト村上隆とコラボレートしたバッグを発表。村上隆の名前と、可愛いという言葉が、世界的に知られるきっかけとなった。マークがマイリー・サイラスと共同で、チャリティーシャツを制作し、販売した募金相手である。 プランドペアレントフットはアメリカで中絶手術を行っているプロチョイスの団体であり、中絶退治の臓器売買スキャンダルなどを起こし、プロライフの団体から激しい抗議を受けている。T シャツにはプロチョイスと書かれている。ザ・ローカル・マーク・ジェ r コ J. ス・プラジャーイズド・マイダット・エス・ y Ducked S. s c ー r f The l US ファッションデザイナーメ n クスプラジャ s p l スカーフペイウト一つの時代の終わりから、大手小町読売オンライン、ルイ・ヴィトンに、新風16年大手小町読売オンライン、ハットマーク・ジェイコブス・ゲッツ・エンゲージド、ピープル・ドット・コム、マーチ18、2009、ディス、マイリー・サイラス、ブランドペリノーシート T シャツバイ・マリリン・ミンター・ジャスト、ウェント・オン・セール・アット、マーク・ジェイコブス、アーネット・ヌズ、2016年10月22日閲覧、 マーク・ジェイコブス・スマイリー・サイラス限定コラボ T シャツを発売。ファッションプレス2016年10月22日閲覧。ありがとうございます。